折り紙に入ってた駐車場のチケットはこの倉庫のものだ。一体ここに何がある。井戸のことが頭から離れない。ショーンはくたびれてた。だが少なくとも生きてる。救うためなら何でもする。あそこのスタッフに声をかけてみよう。すみません。あの、もう、なあ、悪いな。見えなかった。なあ、何か用かい。取りに来た。車を。前にここに来たのか。ずいぶんのんびりしたお客さんかい。もう2年もここに置きっぱなしじゃないか。お客さんに言われた通り、ちゃんと月に一度は走らせてタイヤとバッテリーをチェックしといたよ。ほら、地下3階だ。エレベーターはガレージの突き当たりだよ。車？なんで車を探さなきゃならないんだ。どうも。じゃあいいドライブを。何さ、倉庫の奥のエレベーターで3階か。よし。車は2年もここに。一体どういうことだ。倉庫の奥のエレベーターで3階か。よし。何台もある。どの車が目的の車だ。目的地はここから4キロです。駐車場を出て最初の角を右方向です。息子のためなら何だってやる。
成功すれば折り紙殺人鬼から次のメッセージが来る。唯一の手がかりだ。後戻りはできない。5キロ高速を逆走だと？俺は息子のために命を懸けられるのか？やるんだ、ショーンのために。選択の余地はない。